タジアム広島にて注目のゲームが始まろうとしています。それでは早速参りましょう。まず三塁側、北海道日本ハムファイターズ、先発投手は覚醒ダルビッシュ、コンディションは良さそうです。そして対する一塁側、広島東洋カープ、先発投手は前田、ベンチの期待を背負ってマウンドに立ちます。さあ、まもなく試合開始となります。さあ、注目のゲームが始まります。バッターは1番、西川。はい、第1球。投げました。打ちました、初球打ち。センターへの打球。西川、バック。落ちました、ヒット。ボールは中継。ランナー三塁でストップ。西川、スリーベースヒット。ファイターズ、先制のチャンスを迎えます。ここでバッターボックスは太田。さあ、容赦なしで攻めていきたい。さあ、1球目。バッター思わず体を背けた。空振り。直球ミッドへ吸い込まれます。第3球、投げた。あっと、これ危ない。第4球、渾身のストレートはボール。カープ先制のピンチ、ノーアウトランナー3塁。投げた。私の大好きなボールで空振りを奪います。さあ、次で決められるか。打った、ファウル。では改めてリプレイをご覧いただきたい。そしてバッターは近藤、得点につなげたい。第1球を投げました。バッター、やはりこのボールには手が出ないか。第2球はインコースのボール、逆方向へライナー、セカンドへ放り投げる。ファイターズ初回先制、1対0。リプレイで先制の場面をご覧いただいています。ファイターズ得点を挙げ、なおもランナー1塁。そしてバッターボックスは中田。そのバッティングで点差を広げていきたい。初球は、初球見送ってボール、わずかに低いか。第2球を投げた、見送ってボール、カウント2ボール。インコースボール、体に近いところ。さあ、4球目、ミッドへ一直線、指にかかったストレート。投球これから5球目、アウトコース高め、ストライク。一塁牽制、タッチはセーフ。さあ、これで決まるのか。インコースのボール、逆方向へ、ライナー破った。近藤、一気に三塁へ。中田、いいバッティングを見せました。チャンス拡大。そして迎えるバッターは渡辺。リードを広げておきたい。第2球は打った、打球はサードの右、タッチはアウト、セーフ。ダブルプレーは逃れました。では改めてリプレイでご覧いただきましょう。ここでバッターは野村。さあ、初球、ナックルカーブ、見送ってボール。いいコースですが、わずかに外。あっと、危ない、間一髪かわした。打ちました、バットの先、これは内野フライ。取って、これでスリーアウトチェンジ。1回の表が終わって1対0、ファイターズこの回1点を取り先制しています。マウンドに上がるのは先発の覚醒ダルビッシュ。カープ打線相手にどういった投球を見せるのか。バッターは1番、田中。初球は、いいボールだ、変化球が切れています。投球2球目、投げた、打ちました、センター前に出る、掴みました。これでワンアウト。ここでバッターボックスは菊池。第1球、投げました、変化球ビンビンに切れています。第2球、投げました、打った、ショートバウンド。中島、軽快な守備を見せました。そしてバッターは西川。まずは初球、変化球が鮮やかに決まります。
第2球は、これは見送ってボール、カウント1ボール1ストライク。外角ギリギリいっぱいストライク。さあ次は何で来るか、ボール外れた。さあ次は何を投げてくるか、打った。これでアウトが3つ、攻守交代です。1回が終了して1対0、覚醒ダルビッシュ、まずは初回をきっちり3人で仕留めました。バッターは7番石川、初球は、いいボールだ、変化球が切れています。投球これから2球目、スライダーはボール、完全なボール球。投球これから3球目、高く上がった、レフトポジショニング OK、 取りました。これでワンアウト。そしてバッターボックスは中島、第9を投げた。変化球が鮮やかに決まります。第2球投げた、低めいっぱいストライク。サクッとツーストライクまで追い込んだ。さあ外してくるのか、見事なピッチングです。まずは初球、スライダー見送ってボール、カウント1ボール。第2球は、変化球ビンビンに切れています。第3球はアウトハイ、見送ってストライク。これで追い込みました。さあ勝負してくるのか、ストレートはボール、カウント2ボール2ストライク。さあ仕留められるか、バットを出しません、ボール。さあどう攻める、スプリット空振り三振、最後は空振り三振に切って取りました。2回の表が終わって1対0、前田下位打線を三者凡退、0点。バッターは4番鈴木、まずは初球、バッター思わず体を背けた。投球これから2球目、ナックルカーブ見送ってボール、カウント2ボール。第3球は高め決まってストライク。第4球を投げました、スプリットはボール。第5球投げました、球威のある球を投げ込みます。さあ次で決め、掴みました。これでワンアウト。そして迎えるバッターは松山、第9を投げました、いいボールだ、変化球が切れています。投球これから2球目、スクリーム見送ってボール。さあ3球目、ボールに勢いがあります。さあ次は何で来るか、打ちました、バットの先っぽ、中田バックしていった、ファウル。投げた、打ちました。第6球は渾身のストレート、空振り三振、覚醒ダルビッシュ、これはグッドピッチ。第9投げた、外れた、ボール、わずかに外、打った、ピッチャー正面、中島掴んだ、一塁送球アウト、これでスリーアウト。2回が終了して1対0、覚醒ダルビッシュ、この回きっちりと3人で抑えています。バッターは1番西川、第9投げました、痛い、カウント1ストライク、これはしっかりキャッチしていました。第9投げた、変化球が鮮やかに決まります。
投球これから2球目。内側危ないボール。第3球を投げた。見送ってボール。慎重に攻めてきます。第4球は打ちました。松山下がっていった。ヒットになります。太田ヒットを放っています。さあそれでは先ほどのシーンをご覧いただきましょう。ここでバッターボックスは近藤。そのバッティングで点差を広げていきたい。投げました。ミッドへ一直線。指にかかったストレート。投球2球目打った。痛烈な当たり。レフト前クリーンヒット。近藤かっこよさを見せつけます。今日これで2打数の2安打。カープピッチャーを交代します。ファイターズダイソー投入です。そしてバッターは中田。リードを広げておきたい。第1球投げました。ボール外れた。カウントワンボール。第2球を投げた。ミットに吸い込まれるような直球。バッター反応できません。第3球次が4球目。あっこれ危ない。引っ掛けた。ボテボテのサードゴロ。一塁へ送る。アウト。ファイターズなおもチャンスが続きます。そしてバッターボックスは渡辺。このままどんどん攻めていきたい。真ん中見送ってストライク。さあ3球目。バットを出しません。ボール。第4球はスライダーはボール。スリーボールワンストライク。第5球スライダー外れた。フォアボール。これで満塁です。そして迎えるバッターは野村。初球はすっぽ抜け。ボール。余計な力が入ったか。投球2球目外れた。ボール。投球これから3球目。さあ4球目。おどうだ。センター方向へ持っていきましたが取って、これで3アウトチェンジ。3回の表が終わって1対0。島内2アウト満塁のピンチでしたが後続をピシャッと抑えます、はい、ファイターズここで守備が変わります。バッターは7番堂林。サード堂林背番号7。さあ初球、変化球ピンピンに切れています。さあ次の球スプリーム見送ってボール。ワンボールワンストライク。さあさあ4球目。いいボールだ。変化球が切れています。さあ次は何を投げてくるか。さあこれで決まるのか。打ちました。いい当たり。取りました。これでワンアウト。ここでバッターは相澤。まずは初球インコースボール。第2球を投げた。ナックルカーブ見送ってボール。コーナー攻めてきます。インコース見送ってストライク。次が4球目。投げました。カットボールはボール。カウント3ボール1ストライク。変化球ピンピンに切れています。